あら、なりゆきくんじゃない。はい。ああ、店長さん。まあそのお店も飽きたから今は人任せにしてて、今はここのプランナーをやってて、あなたたちよかったらブライダルフェア体験してみない？お？でも私たち結婚とかまだ。そうだよ。だから潜在写真も撮らせてほしいし、あ、もちろん成幸くんもね。え、俺も？面白そうじゃん。あなたこそ急がないとね。は？結婚プラン。ただいま。ご飯にする？お風呂にする？有料の特別サービス？なんでお仕事モードなんだよ私！こうなってるはずだから。さて、そろそろ飯にするか。もしやこれはアスミが。アスミ、今何ヶ月だ？ついに私もジージーに。何言ってんだクソ親父。やっぱり花嫁さんって憧れちゃうな。そのせいでお腹きつくて、花嫁さんは結婚式のお料理もろくに食べられないって聞いたことが。待て、このままだと私。タップ。お腹が6つに割れるまで毎日続けるからね。こんなの無理。いい汗かいた。ブライダルフェアなるものに招待されていたんでしたね。誰かに教えてもらえると助かるのですが。尾形リズ、今日は一人なの。ね、結婚のことでちょっとご相談したいのですが。はぁー。その子さん。ねえ、なるほど、そういうことね。人はなぜ結婚するのでしょうか。いきなり根源的なところから来たわね。互いに相手のことをいいなって思ったからで。まあそんなところかしら。間柄というのは恋人ということです。より親密さが増すということよ。しかし全ての恋人同士が結婚しているわけでもないように思うのですが、何かきっかけになるようなことのって、つまり沢子。リズ、石城さん、突然どうしたんですか。石城さん。ブライダル体験フェア、無限に断るのもなんだから、暇ができたら行くって言っちゃったけど。でも。ただいま。ああ、お帰りなさい先生。いただきます。そこ、果てしなく快適な生活に短絡する、願望ただ漏れな夢を。ここは引き出物を実際に見て選べ。これって終わりましたよ。結婚って思ってたより大変なのね。いやー、先生にも結婚願望あったんすね。すごく綺麗です。さあ、あなたたちも着替えてちょうだい。うわー。Really?